ヌメニュースアルクワタ大尺シギは、千鳥目シギ科に分類される鳥類の一種である。その名前は大きく、下に沿ったくちばしに由来している。北欧から中央アジアにかけての内陸部で繁殖し、西欧からアフリカ、中東、インド、東南アジアの沿岸部で越冬する。外見が似ている、放禄シギと比べると、分布域が、はるかに広い。日本では、 主に春と秋の渡りの途中で立ち寄る旅鳥だが一部の個体はそのまま越冬する。全長は60センチメートルほどで日本にラ来するシギ類では放六シギと並んで最大級の大きさである。長い足とくちばしが特徴で頭から翼までの羽毛は褐色の細かいまだら模様。外見や生態は放六シギとよく似ているが、 飛び立てばご半身が白っぽいので区別できる。渡りの時期は、主に、川口や海辺の干潟に生息する。数羽から数十羽の群れを形成し、干潟を歩き回って、長いくちばしを利用してカニや、ゴカ等を捕食する。放録主義と、根群を形成することもある。繁殖期は、つがいで生活し、縄張りを持つ。草地や湿原に生息するが、やや乾いた環境を好む。 草地の地上に映像し、産卵数は普通4個。雄有もに放乱し、放卵日数は27から29日である。飛翔中に放品というような声でなく、ありがとうございます。